エクスプローラー計画はアメリカ陸軍により始められアメリカ航空宇宙局に引き継がれた人工衛星及び宇宙探査機計画宇宙技術の革新性を生かして太陽物理学や宇宙物理学などの分野で先駆的な科学観測をことを目的とするテスト室の中の伊勢九1978年エクスプローラー計画はアメリカ合衆国発の人工衛星 エクスプローラー1号の打ち上げを成し遂げた。当初、アメリカ陸軍が国際地球観測年の間に、軌道上に科学衛星を打ち上げることを提案したが、アメリカ海軍のバンガード計画が優先され、却下された。しかし、ソビエト連邦の世界初の人工衛星スプートニク1号の影響により、エクスプローラー計画は再始動された。エクスプローラー一号はまた、 バンアレン隊を発見したことでも知られる。エクスプローラー計画はアメリカ航空宇宙局によって引き継がれ、後の宇宙無人機にもエクスプローラーの名が使われ、続けた。長年にわたって NASA はエクスプローラーシリーズを打ち上げ、多様な科学調査を行った。エクスプローラー衛星は多くの発見をした。地球の磁気圏と重力場の形、太陽風、地球に降り注ぐ。 流星人の特性、宇宙から放射される宇宙線紫外線、X 線に関する情報、電離層、太陽フレア、太陽エネルギー粒子線などそれらは多岐にわたる。いくつかの衛星は他の惑星を探査し、太陽をモニタリングしたものもある。この計画の特性として比較的低いコストが上げられ、他の大型の観測と比べた場合、短い間隔で打ち上げと、 テストを繰り返すことができる中型、小型の衛星が多い。ありがとうございます。